どうしよう。一個あるんですよ。じゃあ僕テーマが。お、はい。多分この動画が上がってる頃に、もう名称は動画を100本上げてるんですよ。おお。そうだね。もう100本上がってるんですね。うん。どうですか。どうですか。どこまでやってきて。まあ、まあ、ちょっと成長したぐらいじゃないですか。まあまあそうですね。ちょっと成長、まあ伸びを待ってる時期ではありますね。そうだな。それはそうだな。はい。100本か。100本。それだったらあれできるんじゃない？笑ってはいけない。まだじゃない？それ1年記念とかでやるべきじゃないですか。マジか。100本記念でも面白そうな気がするけど。はい、見えてるからみんな言わせようとして。タブーコードというね、まあボードゲームをやっていきます。まずね、カードがあるんですけど、まあこんな感じでタブーコードがあります。例えばこれは植物を言うっていう、会話の中で植物を言ってしまったらアウト。っていうのを例えばこう自分に見えないようにこうやって立てます、こうやって。なるほどなるほど。で、自分以外の3人は知ってますっていうののゲームです。なるほどなるほど。はい。で、失点。ゲーム中タブーを破ったプレイヤーを見つけたプレイヤーはそれを指摘してください。うん。指摘されたプレイヤーはカードを表向きにして自分の近くに置き失点とします。解除。ゲーム中自分のタブーが分かったプレイヤーは解除を宣言した後、自分のタブーを予想して発表し、カードを表向きで机に置きます。見事予想が的中していた場合、そのプレイヤーは自分の失点を2枚はけられます。で、解除に失敗してしまった場合はカードを表向きにして失点になります。要は自分のやつをなんか人がなんか言わせようとしてる感で分かったら言えばいいんでしょう。そうそうそう、俺のカードこれじゃねみたいな。そうこういうことで大丈夫ですか。じゃあゲームスタート。とりあえずさ、何いや、なんかどんな感じなんだろうな。なあ、もっちなあ。おうじゃあ、まあさっきの失恋の話でもする。正直失恋あるやついる？失恋、あの、一回高一の頃にある。怖いな。じゃあ正直に失恋しちょっとしたなみたいな人、一回目つぶててあげる。はあ、いい。ああ、そういうね。いいよ。そういうやつ。若干失恋したなって思ったら手あげてください。はい、目開けてください。はい、はい、アウト。おい、うざすぎる。え、これは自分まだ見ちゃう。ダメ、俺だけ。うわ、マジか。マイナス1ポイント。マイナス1ポイントで、またこうやってね、こうします。マジかよ。一撃一戦されたね。しかも普段からそういうのやるからさ、この人。そうなんすよね。マジで一撃一戦された。それは困った。普通に乗せの話聞きたい。いや、だから何もないんだよね。え、でも一応あるんでしょ。俺から話そうか。いいよ。俺普通に今思い出したけど、バチ失恋してた。泣いたもん。高一の時。そんだけなんだけど。もっちは。はい。はい、アウトでーす。イエーイ。A を使う。おい、やば。やば。ここでえぐ。俺負けやん、ほぼ。いや、まさかこれより俺先に死ぬと思わなかった。マジ。はい。うん。あ、はい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 。2点失点したら負けにする。そうね。正直この中で一番学力高いのは誰かって話だね。急に。なんでだよ。おい。普通に恋愛の話やね。いや、そうそうそう、その流れだったから。あの、もっちさ、バドミントンだったじゃん、部活が。まあ、で、現にあの子もさ、部活内なわけじゃん。そうだね。まあ、でも俺とかさ、部活内女子いなかったんだけど、その部活内恋愛ってさ、どうなの？楽しいの？まあまあ。え、カイト部活入ってたっけ？俺ここは？うん。俺ここはね、スポーツ推薦で入ったくせに1年生の夏に辞めた。スポーツ推薦とかあんの？あるあるある。ええー。何で？速攻速攻。すごっ。ずっとサッカーやってたから。サッカー部？なのに1年生の夏に辞めた。3年間やり通すって約束でそれで入ってんのに。速攻やめた。中学の時は？中学の時はあれ、クラブチーム。ああ、アウトー。え、ああ、なるほど。コミュニティです。忘れた。クラブチームはコミュニティ。おい、なんだそれ。なんだそれ。うまいなって思ってた。うまいでしょ。こう行きたかったでしょ。そう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 。うわ、コミュニティ。はい、理解した。うわ、見たい見たい見たい。え、これはどういうこと。すごいなと思って。すげえな。そろそろもっちから話し切ってくんね。俺怖いわ、もう。
でもまだ1ポイントもしてないんで、そうなんだよ、乗せがね、全然言わないんですよ、結構言いそうな話題なんだけどね、そうね、そうなんですよね、うん怖いじゃん、うん、うん、アウトじゃない、なんで今乗せがねって言ったよね、うん、言った、あと人の名前でーす、人の名前、おい無理やむずすぎるやん、これレベル高すぎるだろ、ここ脱落です、おーい、じゃあここであれやってく、ウォッチも参加したままでやってく、参加したまま誰が残るか、なるほどね、俺が振った方がいい話、まあ、お前はもう何でも言えんだから、無敵だから、そうね、ゾンビだから、もう今お前スターをまとってるから、てん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 小学校の時だよ、そう、小学校の時かな、なんかずっと裏コースっていうか、なんか裏ゴールみたいな、わかる、ああやってた俺も、話止まんね、これね、多分アウトだよ、アウトな、マジでマジで、これはもう完全アウトです、アウトです、なになになに、思い出を話す、ええ聞いてください、ないけどなっつったんだけどな、まあ、裏ゴールがどうたろうか、ああそうか、あれ落ちたから、やばいな、俺ちょっと怖い、なに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 なるほどね、これはおもろいな、おもろいな、話したくな、ダメだよ、水の呼吸つかなきゃ、水の呼吸つっちゃった、何のアニメ、鬼滅の刃、あーよくわかんない、あ水の呼吸、違う、違う、違う、水の呼吸じゃない、いや違う、水の呼吸はなんかもう最初は宣言するときはもうなんかもう構えのとき水の呼吸っつってなんかスーッこう吸って血の体内の血に酸素をこう巡らせて鼓動をなんか早めるみたいな、1から10の型があって何の型渦しようみたいな感じ、はい、アウトでーす、キャラクターの技名です、うざー知れと技の名前を言っちゃダメだった、そうだ、技名、キャラ名じゃなくて技名って書いてある、キャラクター技名って、あー危な、残り1対1か、1対1か、ここはな、ほんとよ、これはね全然話変わるんだけどさ、ちゃんと見てる、あの名称のアカウントで登録してる YouTube、 うん何見てんの、逆にゆうやみは見てるじゃん、はい、さよならおいはいや